はい、こんにちは。思考管理コーの三木陽平です。今日の世界史は、いよいよね、このね、中国の新たな統一、隋の登場です。隋なんですけれども、はい、中国の統一を果たすわけなんですけれども、世界史はね、地図学習ですから、その前までの地図はしっかり見ておきましょうね。隋が中華を統一する前の地図はこちらですね。はい、439年から、589年まで続きます、いわゆる南北朝の時代。華北の方は北魏で、この江南の方は宋清両鎮と続いていた。で、このね、北と南にそれぞれ王朝が、並立して存在する時代から、今回ね、このような形ですね。隋が中華の統一を再び成し遂げます。では、中華の統一を成し遂げたこの隋の歴史を、しっかりまとめていきましょう。まず隋なんですけれども、はい、こちらですね。北魏以後でしたが、はい、東魏、西魏、北西、北周とそれぞれ、家屋では、割と、存立期間の短い王朝が立て続けに出来上がったわけです。その中の北周の外戚だった楊堅という人物が、帝位を三奪して建国します。はい、三奪ですから、強引に奪った形です。で、彼は、かつての都、はい、旧ね、長安の付近に、築かれた新しき都を作ります。ですから場所は長安とほとんど変わらないんですけれども、名前を変えてください。隋の時の長安の名前はですね、大工場です。大体同じ場所で地名とね、時代でね、よく名前が変わるということはありますから。はい、ただ当然ね、お城自体も別の場所なんですけれども、長安のほど近くですし、基本的に首都機能っていうのはそれで完成してますから、都市機能が完成している以上、そのすぐ近くに建てるのは、大変合理的ですからね。そのあたりうなずけるかと思います。では見ていきましょう。隋なんですけれども、始まりはね、この帝位の三奪期から始まったとして581年です。それでは、581年から604年なんですけれども、初代の名前が、楊堅。楊堅ですね。はい、楊堅ですけれども、589年に江南の方ですね、南朝の秦を滅ぼして、南北の統一を成し遂げます。ですから、はい、これがいわゆる、南北朝時代の、終焉とされております。589年ですね。はい、この隋ですけれども、中央集権体制を新たに確立いたします。そのために行ったのは、法体制の整備です。党の時にね、詳しく話すんですけれども、はい、具体的なルール、律や令の制定、さらには土地制度としては北朝で実施されていた北魏が、はい、作り出した禁伝制を継承拡大です。さあ、ここからです。テストでは必ず必須になります。絶対覚えてください。この隋なんですけれども、管理任用法としてその後1000年以上続きます科挙、はい、科挙を実施したのは隋からです。必ず覚えておいてください。中国の、歴史を語るに外せないのは科挙ですからね。科挙、1000年以上の歴史があるこの科挙を実施したのは隋から。従来の給金中世を廃止し、科挙を実施します。
ただし覚えておいてほしいのは、隋の頃は科挙は黎明期ですので、まだまだ仕組みとして滞ってなくて、毎年の合格者は本当に数名程度しかいなかった。科挙の完成は宋の時代と呼ばれています。したがって隋の頃はまだ黎明期である。ただし始まりは隋なので必ず押さえておいてください。さらには税制度、兵制度、これも唐の時に詳しく話しますが、税制度は租用調整を採用、兵制度は不兵制。不兵制大丈夫ですか？正義からでしたね。不兵は正義、必ず覚えておいてください。はい、このように新たに中国を統一するにあたって中央集権体制を確立しています。次にですね、隋の時の地図を見てみるんですけれども、はい、北方異民族押さえておきましょう。新たに出てくるのがこちら、西と東に地図上では分かれてますが、突厥が出てきます。はい、トルコ系遊牧民の突厥が強大化した時期です。トルコ系もきちんと覚えてくださいね。突厥の「と」でトルコ系ですから覚えやすいと思います。突厥なんですけれども、はい、その前にね、北方で、猛威を振るっていたモンゴル系の遊牧民であるジューゼンを滅ぼして建国しています。またね、唐の頃の終わりぐらいに、この北方異民族をまとめてやる機会がありますんで、その時にジューゼンは出てきますが、ジューゼンは覚えておくというのは一つね。はい、北方異民族の中で、皇帝の地位を表す河岸、この河岸の称号を使い始めたのはジューゼンからです。はい、このジューゼンを滅ぼして、はい、強大化したのが突厥。突厥はね、本拠地がね、アルタイ山脈って言いまして、これちょっと資料集から抜粋なんですけれども、まあ地理感覚は大事なんでね、まあ、こう大きく見せましょうか。よく出て、言ってたのはエキスラムで言ってたのはこのアラル海のシル川、アム川でしょ。で、その上流域には、いわゆる天山山脈があって多元盆地がある。はい、で前の授業なんかで言ったのは天山山脈の麓にクチャってあるんだよね。でさらにこっち行くと、中国だとトンゴとかあるよね。でこの天山山脈をさらに北に行って、北に北東に行くとね、このアルタイ山脈っていうのがあってね、このアルタイ山脈、まあ今でいうね、シベリアとモンゴルの間なんですけれども、このアルタイ山脈っていうのの南西部に突厥はね、本拠地を置いていて、アルタイ山脈ってとんでもなく鉄鉱石取れるんですよ。ですから、突厥はそこで取れた鉄鉱石から強い武器を作ってね、はい、鉄の武器で、当時の中国を苦しめたわけでございます。はい、ただし、そんな突厥だったんですけれども、はい、隋が巧みな分離策を用いた結果、東西に分裂します。これ、地味にちょっとね、たまに出たりするんで押さえておいてください。隋の時に東西分裂してます。さあ、次です。はい、楊堅の次の、2人目の皇帝の名が、楊高と言いますが、こちらはね、死後の方がよく出ますね。しっかり。非変に、こうです。陽の字で、これ何て読むかっていうと、陽代って言います。陽代です。二代目の名前が陽代。はい、奇変から非変なんでね、押さえておいてください。
もう見たところもなんかちょっとね、火になんか用っていうのはなんかちょっと変わった字だなっていうのもあって、あのこれ、前にね、送り名の話したと思います。死んだ後に生前の業績でね、この手をつくものっていうのはいろんな名がつきます。強かったら武の文字が、頭が良かったら文の字がとかね、いろいろつくんですけれども、これ送り名の中でも183種類送り名あるんですけれども、最悪な部類の送り名の一つです。容体ってこの皮変にこれね、なんか間違ってもちょっとかっこいいと思って子供につけるとかやめてくださいね。僕も下の名前容易って言うんですけど、小里編なんでギリギリセーフなんでね、はい、どうでもいいんですけれども、でこのもう送り名の中の最悪っていうことで、なぜ最悪かというと、とにかく悪い政治を行ったからなんですね。ということはやはり覚えるべきはなんかすごくきつめの政治をしたんだなっていうところで見ていこう。ただね、ある意味そのきつかった政治は功績でもあって、ここですまとめて今こう出しましたが、これある意味僕は容体の実績だと思うんですけれども、大運河を完成させてます。中国というのは、かねてよりですね、皆さんのテキストの右側にも地図があるかと思いますが、大きな大きな2つの運河、黄河と、さらには長江があってね、でその間には、はい、ね、これもまた運河、淮河があるわけです。でそれぞれのこの運河っていうものを大きくつなぐことはできないかと考えた煬帝は、はい、このような形であったり、このような形であったり、はい、さまざまな、この運河につながる道のりっていうのを、はい、掘り進めてくれた。はい、これによって、起点がここですよね。はい、北は卓郡、現在の北京です。南は横、現在の杭州に至る大運河が完成しました。だからそういう意味では、後の北京や杭州の発展に寄与したと言っても過言ではないんですけれども、ただ当時のね、今から1500年以上前にね、これだけの運河を掘り進めたっていう人民の苦労を考えると、まあ辛かった、まあきつい政治だったんだなっていうのは見て取れますね。さらには対外政策なんですけれども、はい、彼は、中国の東北部および朝鮮半島北部にある、ここはしっかり覚えておいてくださいね、高句麗に遠征してます。はい、高句麗です。で地図をまた見ること、この頃の朝鮮半島は高句麗が支配、北部の方はですね、高句麗が支配しておりますので、この高句麗に攻め入るんですけれども、ただ、彼は3度にわたって失敗。だからそういった意味でね、はい、遠征で失敗してしまうとね、財政難だけがね、悪化してしまいますから、やはりね、人民から非常に評価が悪くなる。で、どん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 その分も税金さらに重くなりますからね、はい、財政の失敗というのはとにかくでかいんです。で、隋は、あっという間に滅亡です。これ、世界史の法則でしたよね。世界史は基本的に、ね、厳しい強い政治、中央集権体制で厳格な政治を行うと短命です。はい、隋もほんのわずかな期間で滅びます。度重なる、土木工事、外政による財政の窮乏、それにより民衆の負担が増大化し、さらには高句麗の遠征の失敗を機に、民衆が不満が爆発し、各地で農民反乱が起きます。で、特にのね、中国群雄割拠の時代にまた到来するわけでございます。ということで、隋の歴史は、このね、非常に淡白に、2人の皇帝で、終了いたしますが、ただそれでも、今からの、唐ですよね、その今から300年続く、唐のこのね、始まりと言っても過言ではないですから、隋がそのね、唐も結構隋の中央集権体制の、システムをそのまま応用しますので、唐の始まりだった王朝だと思っていただければいいと思いますので。はい、ということでね、そしたらそのまま少し唐も入っていきましょうか。では、テキストの方が、24ページですね。はい、唐です。
ですけれども、まず初めに驚かされるのは唐のね、この地図ですね。はい、こちらです。7世紀の時の唐の最大版図が目覚ましい。はい、こちらですね。はい、7世紀の段ですでに、はい、西域含めて大きく唐傑も含めた、地域を支配していて、さらには、後でまた習うんですけれども、索方体制の形でね、この都内や南昌というところ、はい、ひいては、朝鮮半島までに支配に及んでおります。ですから、唐というのがいかに当時世界帝国であったか、はい、そのあたりも踏まえておいて、唐は、結構授業の方も長いので頑張ってくださいね。はい、この全体の大きな領土っていうのに至るまでのいろんな話があります。まずそんな唐を始めた人物ですね、押さえておきましょう。はい、こちらです。先ほど隋の時代はね、はい、ね、度重なる遠征の失敗等で群雄割拠の時代になったと私は言いました。はい、唐ですが、その群雄割拠の時代、3世の方の豪族であった将軍唐王の李淵です。李淵自体は戦費の流れを組んでるんでね、ですから意外とね、唐って確かに漢民族国家ではあるんですけれども、実質始まりはね、こういう民族だったっていうね。で、この李淵が、はい、息子李世民の勧めで挙兵するわけでございます。はい、で618年、蜀群雄を、はい、撃破し長安を占領、はい、隋の朝廷から禅譲を受け即位、唐を建国いたします。そんな唐ですが、しっかりね、覚えるところを押さえてください。はい、都です。大工場あや、改め同じ位置にまたね、長安を建てます。ていうか、まあ、長安に戻します。なので相変わらず長安の位置はしっかり押さえておいてください。あの洛陽に比べて黄河の上流域に位置していますからね、ここを必ず押さえておくこと、長安と洛陽の位置をごっちゃにしないようにしてください。はい、さあ、初代なんですけれども、唐はね、やっぱり中国の歴史でも欠かせない部分なので、名前と、しっかり、死後の方も押さえてください。はい、初代ですけれども、はい、その、あ、失礼、廟号ですね、廟号が始まりということで、高祖でございます。初代の名が高祖、はい、李淵ですね、名は李淵、ね、廟号が高祖です。どちらも覚えるようによろしくお願いいたします。高祖が建てます。まあ、高祖は初代というところで終わっていただいて結構です。で、次2代目ですね。この男がなかなかすごいわけでございます。2代目ですけれども、李世民、名を李世民で、廟号が、はい、大祖ですね。大祖でございます。しっかり覚えてくださいね。太い宗教の宗で大祖です。はい、彼の時の唐がとにかくすごかった。国内政策、まず、征服して間もないですからね、建国して間もないので、各地の軍をもう一度平定し、改めて中国統一を達成していく。律令体制を整備し、隋の制度をここでは継承発展させています。はい、迷信を用いて国力を充実させます。602年から649年ですけれども、はい、その素晴らしい政治から上官の地と呼ばれております。はい、大宗の上官の地、上官の地ですと呼ばれる、政紀を現出しております。まあ、どれぐらい強かったかっていうと、また今から少し話をするんですけれども、まず630年です。はい、西と東に分かれた唐傑の話は隋の時しましたね。その唐傑の東側です。モンゴル高原の唐傑を、東唐傑を複属化させることに成功してます。
これなかなか当時でもすごかったんですよ。あの突厥は本当に鉄使いでものすごく強かったので、なんとかしてそれらを服毒させることに成功した。これ覚えておくといいのは、当時北方民族ってたくさんいるんですよ。その中で、大宗の時にあのトルコ系のね、鉄六ってやつらがいたんですよ。鉄六だったかな、鉄六っていうやつらがいまして、こうですね、鉄六ってやつらがいて、で、北方異民族のこの鉄六っていうやつらから、まあ、この突厥、の服属化の時に手伝ってもらってね、で、鉄六もそれで助かったんでね、鉄六の方から、称号もらってます。このね、李世民はね、北方異民族からも、称号をもらっていて、その称号がね、はい、あのね、従前の時の下りがつながるんですけれども、カガンの一番すごいやつ、天ってついてますね。はい、カガンとは先ほども言いましたが、北方異民族の中における皇帝の称号、それがさらに天がついて、これなんていうかっていうと、天狗りカガンって言います。天狗りカガン、なんかちょっと可愛らしいんですけども、あの天狗りカガン、ただ意味はすごくて、世界皇帝の意味ね。ですから、あの当時の唐っていうものがいかにあの世界帝国と化したか、それをこのようにね、北方異民族からもらった称号で、考えていただければいいかなっていうふうに思います。もっともこの李世民っていう男は、なかなかの男なんですけどね、お兄ちゃんを殺してるし、お父さん幽閉して皇帝になってますから、まあ、なかなかすげえ男ではあるんですけども、ただ、歴史上ではものすごい皇帝というふうになってますね。では、こんな大宗のね、歴史が終わった後、三代目です。はい、三代目でございますが、三代目がね、こちらはね、病後だけで結構です。はい、三代目を高宗と言います。はい、高宗ですね。高宗はね、大宗の征服事業を受け継いでね、唐の最大領土を現出。はい、押さえておきましょうね。はい、唐の最大領土を現出したのはこの高宗の時です。はい、なのでこの頃から、はい、ね、はい、父の、はい、方針を受け継ぎ、いよいよ、はい、突厥、今度は西です。はい、西突厥を事実上滅ぼしたのはこの高宗の時ですね。まあ、東西の順番なんでね、その辺は、日の昇る角度と一緒なんでね、そういう風に押さえておいてください。西突厥を事実上滅ぼした。突厥の方は7世紀末に内紛で最終的に滅亡しちゃいます。はい、で、この後なんですけれども、ただ惜しかったのはこちらですね。はい、高宗ですけれども、朝鮮半島の支配を目論むんですが、それは失敗します。また、こちらもね、朝鮮のところで少し詳しく語るんですけれども、まずこの頃の朝鮮半島ってどうなってるかって言いますと、ちょっとでもこれだとちっちゃいですね。朝鮮半島、今白糸北海になってますか。もう少し分かりやすいのあったらいいですね。ちょっと待ってくださいね。世界史の資料をもう少し見てみましょうか。ありましたね、朝鮮半島だし。まあ、中学の頃もやってる範囲だとは思いますけれども、はい、この辺りですね。はい、まあ、4世紀末以降になっていくんですけれども、はい、朝鮮半島は北部が高句麗、そして、はい、南東部の方に新羅、そして南西部の方に百済がいて、この後、新羅が勢力をガッと拡大させていきます。はい、で、この新羅がね、はい、からの後、7世紀にね、百済を滅ぼすんですよね。こう言って、その後こう言って、7世紀に百済を滅ぼす。テキストの方は、660年百済を滅ぼすっていう風になっておりますね。はい、
で、なんとなく思い出してほしかったらいいんですけども、中学校の時にね、663年、白村江の戦い、白村江でもいいですよ。白村江の戦いで、百済を救援する日本を撃退するというふうになっていますね。では、テキストの方戻りますか。今言った話は、ここでございます。はい。今ほど言ったのは、こちら、新羅の動きなんですけど、660年、百済を滅ぼす。はい、さらに663年、白村江の戦いで、百済を救援する日本を撃退しています。さあ、この時なんですけれども、実は、三代目の高宗は、はい、百済とは失礼、新羅と手を取り合ってます。つまり、ここのイメージっていうのは、とを足す新羅なんだよね。とプラス新羅で百済を滅ぼして、引いては白村江の戦いで日本を撃退してます。はい、その勢いそのまま新羅という味方をつけたね、はい、とは高句麗をも滅ぼしました。これによって朝鮮半島北部にまで領土を拡大させていくわけでございます。しかしながら高句麗を滅ぼした直後から唐と新羅は抗争を起こします。唐羅戦争っていうんですけどね。でこれに唐はね、負けてしまう、抗争は負けてしまう、唐は敗北し撤退するわけでございます。で、その後ですけれども、朝鮮半島の方では、676年ですね、新羅は無事、朝鮮半島の統一を、達成いたします。こうなったことによって、改めて地図の方を見ますとね、こうですね、地図の方では、よいしょ、こちらですね、はい。朝鮮半島の、はい、こちらは新羅が統一していて、もう高句麗はね、先ほども言いましたが、唐と新羅が手を組んで滅ぼしてますから、その後今混乱期を迎えて、7世紀の終わり頃に渤海が建国してます。このような流れです。世界史はどうしても地図学習なんでね、とにかく地図を追えるようにしてください。はい、そしたら今日は最後ここです。そんな高宗だったんですけれども、晩年はですね、はい、高校であった側転武功です。側転武功が政治の実権を掌握したため、はい、高宗の死とともに中国では、混乱期と呼ばれている武威の化が到来します。はい、ここでね、中国では史上唯一の女帝が誕生したりと、一部ちょっとね、世界史ではわけわからん中国の時代を一時的に迎えることになりますんで、その話は、次回にしておきましょうか。はい、というところで、次回も唐の歴史が続きます。しっかりこの範囲、唐は大事なんでね、学習しておくように。では、お疲れ様。